これ今後あの、どうなっていくというふうに予想されますいや、これがだから2つの意味があると思うんですね。あのでまず1つ目はあの、さっきのお話の、この、ま、今後、この裁判をどういうふうにあのこう次の段階につなげて、要は具体的には日本政府の,その賠償を実現させるのかっていうところに向かうのが、まず1つ考えられるシナリオで、でもう1つは、 この判決の意味っていうのをですね、こう主権免除が認められなかったっていうだけで終わってはいけないと思うんですね。で、実は私もそういうふうに考えてたんですよ。で、この判決文がこう43ページあるんですけど、で、これをまあ見ながらですね、こうあなるほどなって思って、要は何かっていうと、国家の、えー、不作為じゃなくて、国家によるこの 犯罪ですよ、ね、犯罪を国家をこれまでは裁判所が主権免除っていうのは裁けなかったのが裁けるっていうようなこの例外ですね主権免除の例外の判例がこの判決文にたくさん出てくるんですよ。うん、でこれはイタリアとか例えば主にこのナチス・ドイツ時代の戦争犯罪をですねこう遺族たちが被害者が訴えるっていうのが可能かっていうような形でこういろんな判例が あるんでブラジルでもあったり、イタリアでもあったり、ギリシャでもあったりというのがあって、でそれをまあ国際司法裁判所とですね、は、主権免除はあるよっていうのを言いながらです、ねこう、要は少しずつ少しずつこの戦争犯罪をどう裁けるのかって、国家による戦争犯罪をどう裁けるのかっていうのを、少しずつじりじりと進んでるわけですね、国際人権の,あのこの判例を積み重ねながら。 で互いにこう今回の裁判でも、ですね日本の山本弁護士とか、あのイギリスの専門家とか、ですね韓国のもうトップの,あの主権免除の研究者とかが、証人で出てきて、ですねこういうあの判例があるよっていうのを言って、この保守的なこのソウル高裁をですね要は説得したわけですよ。でソウル高裁の国際取引の専門の判事たちだっていうんですけど、全くその進歩的な判事とかそういう判事じゃなかったらしいんですけど、そ、うん、の人たちも、 あなるほどねと、この主権免除のを認めないっていうのは、十分あり得ることなんだなっていうのを納得して、また世界に新たな判例が一つ加わったわけですね。うん、で、これを意味を、私も、あそうなんだって、このイ・サンイ弁護士に聞いて思ったんですけど、思ったのが、これをじゃあ、現代で考えてみろっていうわけですよ。例えば、ウクライナで起きている戦争犯罪を、もしくはガザで起きているような虐殺、戦争犯罪をですね。うんうんうん これをじゃあ、誰に、今のままだって誰にも訴えられないわけですよ、これを。うんうん、国家の主権免除だって、戦闘行為、<か>主権行為ですから、戦争っていうのは一番の。でも、これを訴えられるような法的な、あの、土台っていうのが今少しずつ積み上がってきてるっていうようなですね。うん、これはもう本当に目から鱗の話で、ああ、こういうふうに、この、だから、あの、 イヨンスさん今今回の裁判で12人の被害者のうち、今、生存しているのイヨンスさんしかいないんですけれども、もう95歳で、イヨンスさんもですねやっぱりあの、終わった後の会見でも言ってましたけども、やっぱりこの戦争を二度と起こしてはいけないっていうような、そのところからこの,あの裁判と運動が始まってるわけですね。要は戦争が起きたた時にこういう弱いい弱人たちあの例えば 女性ですよね幼い女性10代の女性たちがこう戦争犯罪の犠牲にあっているっていうのがあのそれを繰り返さないためにやっているっていう一つの運動であるわけですよねこれが。だからそういう目で見たときにこのやっぱり慰安婦裁判っていうのがなんか日韓の枠組みで捉えるのではなくてですね人類っていうと大きい言葉ですけどもやっぱり人類が一つずつこう 自分のけ尊厳を守るための新しい事実をこう積み重ねていってるっていうのは、ちょっとこれはなかなかあのまだあのイ・サインス弁護士にあのインタビューして記事は書けてないんですけど、近々出しますけど、やっぱりちょっと持っておきたい視点だなっていうのはすごい感じましたそれは、うん、でもなんかお話伺ってね、今年2月に徴用工の裁判で<あ>、えー、あの弁護士、イ・弁護士にお話伺った時にも、 言っていたなんていうか、あのー、裁判を通じて、なんか世の中に対してやっぱ問題提起をする、問題提起型をする裁判みたいなね、あのお話をされていたのがすごく印象に残りますけど、これも多分そういう要素がすごい強いんでしょうね、そうなるとね。ねその同じ質問をしてみたんですよね、企画訴訟って言ってたじゃないですか。そういううい側面あれって言ったらもうあるっっっっててて言言たらも